おはようございます。昨日はお越しくださいましてありがとうございました。昨日はね、法人の方に3人ほど来ていただいて、動画のレッスンをね、させていただきました。非常にためになったということなんで、私もね、動画に関してはね、広島1なんじゃないかなと。なんかね、自己評価高くなっちゃうんですけども、さすがにチャンネル登録1万人になると、なんかこうね、自分もやったぞっていう、そんな感じがあります。失礼しました。で、もう一つなんですけども、Google マップ、皆さん使われてますよね。で、私は Google マップのローカルガイド、レベル7になってるんですよ。で、レベル7になると何が起きるかっていうと、Google のキャンパスの方に、無料招待していただきます。旅費を全部持ってくれるんですよ。で、Google でディスカッションしたりとか、そこでライブコンサートと、ライブチケット、なんだ、ライブイベントがあるんですよね。そこに参加することができます。じゃあ、Google のローカルガイドって何なのってことなんですけども、Google マップってのは皆さんご存知のように、いろんな写真が埋め込まれていたりとか、いろんなコメントが入ってますよね。口コミってやつです。それを誰かがやってるんですよ。これは誰でもできます。誰でも Gmail を持っていればできるんですよ。で、私はそれをですね、10年前から写真を、行った先の写真を埋め込んだりとか、ちょっと散歩したら写真を撮ってコメント付きで埋め込んだりとか、ずっとしたんですよね。それが評価されて、レベル1になり、レベル2になり、レベル5になり、レベル6、7になり、今、レベル7、7なんですよ。レベル7になると、かなり Google から評価されます。というよりも、今までもね、かなりの件数で評価をいただいてたんですよ。で、今回、Google の会社の方に招かれてですね、まあそこで何かをやれということなんで、ちょっと私はね、やってこようかと思います。で、この Google マップのローカルガイドっていうのは私はね、別にこれを狙ったわけではなくて、私は旅行したりね、するときに写真を撮るんで、それを、ただ単純に誰か見れば嬉しいなってことで、なんですか、インスタグラムみたいな感じでね、どん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 埋め込んでいったんですよ。で、プラス、私の速稼塾の宣伝になればなと思って、私の速稼塾の URL とかを貼っていったりした時もありました。当然そっから集客も見込めたわけなんですけども、今回ですね、すべての活動が、その数十万点という写真の投稿がですね、Google さんからね、評価されて、お招きいただけるということで、非常に嬉しいなと思います。というふうに、私はね、千里の道も一歩、凡事徹底って言葉を本当にやってきましたけども、どんなこともずっと積み重ねていくと、すごい力になって、積み重ねること、継続することっていうのがほとんどの人ができませんから、継続するっていうことだけを評価してくれる、そんなこともあるんだなというふうに常々感じるんですよね。FX にしても3年間やって無敵になりました。今全然勝てます。で、Google マップもこのように Google さんから直接評価していただいて、旅費を全部出すからおいでませって感じでね、評価していただけるようになりました。ね、そういうふうな感じでね、すごいなぁと思いますよ。やっぱり、これは継続したぞと思えるぐらいやるっていうのは1万の単位だなって思いますね。YouTube のチャンネル登録者数も1万人といえば、並みいる YouTuber さんの中でね、数十万人、数百万人のチャンネル登録者数さんがいらっしゃる中で、私なんて全然なんですけども、ただ、全然なんですけども、1万人のチャンネル登録を持ってる方も、全体の 0.2% だと聞いたことがあります。ちょっとこれ私、裏付け取ってないんですけども、そんなに少ないんだ、みたいに思いましたね。だから、継続することっていうのは、本当にすごい力を生むんだな、ということが、今日皆さんにお伝えするメッセージです。皆さんは、長い間継続してきたもの、何かありますかね？きっとそれがですね、ご自身の肩書きになると思います。短期間でうまくいくものってのは、流行りとかね、一発や、まさに、本当にその瞬間だけなんですよ。ついついそういうのに流されちゃうこともありますけども、やっぱりね、雨の日も風の日も流行ってる時も流行ってなくても、誰も見向きもされなくても、淡々と同じことをやってるって、ものすごい信頼とパワーになるような気がしますね。それでは本日は以上です。